はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。3時半ですね。2月は24日の金曜日でございまして、まったりしたいんですけどね、日が照りませんね。この部屋は今16度でございまして、千代田区は12度で、まあ今日そんなに、ね、寒くない。三寒四温のうちの温の方ですね。で、まあ、なんとなく過ごしておりますけども、今日はマーケット開いております。今日、植田新総裁になる予定の方の国会でのですね、ご発言があったんですけども、あんまり関係ないですね。プラス349円、まあ、これはそれを交換してるのかなという感じがしますけど、ドル円もですね、134.624 と。注目のですね、日本国債10年利回りは 0.501、 イールドカーブコントロールというものをですね、こうもしかしたら見直すかもわからん的なご発言をなさってますんで、ここは弱いんちゃうかなという感じですね。で、ドルウォンでございまして、1304となりました。ちょっとですね、うにゃうにゃからですね、ウォン安の方に触れてるかなという感じでございますね。で、話題はですね、本題は G.com ロシアでございまして、これは昨日の朝7時31分の記事なんですけども、日本企業ロシア離れ続く、撤退で対応に苦慮も、ウクライナ侵攻1年というタイトルです。G.com の記事ですので、めっちゃ長くはないですけどね、読めないレベルですね。回数までいきましょう。ロシアによるウクライナ侵攻の長期化を受け、日本企業のロシア撤退が続いている。経済制裁の影響で部品供給網などが混乱しているほか、ロシア市場でビジネスを続けることによるイメージダウンも懸念されているからだ。しかし簡単には撤退できないケースもあり、企業側は対応に苦慮していると。民間信用調査会社の帝国データバンクによると、昨年2月時点でロシアに進出していた日本の上場企業168社のうち、撤退を表明したのは今年2月19日時点で27社だった。少ないですね。100社以上は残っているということですね。欧米企業に比べて動きは鈍いが、半年前と比べると約20社増え、じわじわと撤退が進んでいる。トヨタ自動車や日産自動車、マツダは供給網の混乱で現地生産が難しいと判断し、昨年秋にロシアからの撤退を表明。年明け以降も日立製作所の送配電子会社がロシア事業を売却し、ガラス大手の AGC は事業譲渡との検討に入ったと。まあ大体損を出しての撤退になりますね。ファーストリテイリングは昨年2月時点で衣料品店ユニクロを50店舗展開していたが、事業再開の見通しは立たない状況を踏まえ、一部店舗の閉店に着手している過去広報という、正式に撤退を決めていなくても何かあればすぐ行動するように手を打っている過去製造業幹部として、水面下で脱ロシアを模索する企業がある。まあ以下、うにゃ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 と書いてあります。欧米企業、主だった企業はほとんど撤退しましたね。なんと言いますかね、ウクライナというのはですね、日本にはあんまり馴染みのない国かも分かりませんけども、欧米にとってはですね、割と身近な国なんですね。で、僕らから見るとですね、ウクライナとロシアと何がちゃうのというふうに見てしまいますね。日本にいらっしゃってるロシア人という人もですね、実はウクライナ人なんやという人結構いるんですよ。私も知ってますけどね、お一人知ってますが、あの人、そういや、あの人ウクライナやったなというような人がいらっしゃいます。ところがヨーロッパにはもっといっぱいいるわけですね。アメリカには当然ウクライナ人社会というのがありまして、ものすごく身近なんですね。で、そんなウクライナがですね、今ロシアの無法な侵略にさらされているということで、そのロシアがですね、ものすごい悪役になっている。悪役とも悪い、実際に邪悪なんですけどね、今のロシアがやってることは。
で、まあ、ロシアが言うてみりゃ、昔のナチなんですね。の侵略にさらされているわけであって、そのじゃあナチの国にじゃあお前で商売してるのかと、お前の会社商売してるのかと言われるのがですね、やっぱり非常に立場が悪いわけなんです。日本からするとね、なんかようわからんやみたいな感じでしょ。ところがもう向こうではもう悪いもんとですね、かわいそうな被害者はっきりしてるわけですね。で、ロシアはもう圧倒的に悪いんですよ。その悪い国、ナチみたいな国で、お前は商売してるのか、何してんねんってなるわけですから、もうみんな一斉に撤退をしたわけですね。で、多分ですね、なんて言いますかね、その撤退をした後でね、ロシアはもう負けるだろうと、欧米人は思ってるんですね。負けて、どない負け方するかわからないけども、負けた後のロシアに、なんていうか、うまみがあると思ってるんでしょうね、欧米の企業は。だから一旦は全部引いてしまって、きれいな目になってですね、次に権益を取りに行こうと。つまりロシアというのはですね、まあ、美味しい国なんですよ、いろんな面で。何が美味しいかというと、資源があるんですね。石油をはじめとしたガス、石炭などのエネルギーありますし、鉱物資源もあります。で、実はロシア、シベリアというものがあって、これがですね、何が眠ってるかまだようわからんわけです。ロシアという国は弱っちいですね、ダメな国なんですね。だからシベリアを開発しきれていないんですよ。だからあそこをね、もしかして手に入れたら美味しいこと山ほどあるんですね。で、これはですね、ロシアも自分でそれがある程度分かってるんで、いろんなところに粉かけてですね、なんとか外国資本を導入してですね、それをこう資源化しようとしているんですけども、やっぱりね、究極約束守らない国でしょう。だからですね、うまくいっていないんですよ。はっきりと石油が出るとかって分かってるやったら、ね、行くんですけどね、ルールを決めて。だからそういうね、非常にポテンシャルのある国っていうふうに分かってるわけだって。だからこそですね、次このロシア敗戦の後ですね、美味しいところをですね、分取りに行こうぜというふうにロシアは考えていると思います。その資源のうちの一つがですね、あんまりまあこれ美味しくないですけど、木材なんですね。で、日本に飯田産業という ですね、まあ、住宅関連の企業がありまして、かなりこれは大きいです。飯田産業グループなんて言いまして、マンション業界では初め建設ですね、漢数字の1で書く初め建設が、なんていうか、プレシスか、プレシスシリーズっていうのをですね、やってますけども、まあ、日本で一番たくさん戸建て住宅を作ってる会社ではなかったですかね。ここがですね、そのロシアの木材会社を、まあ、買収をしました。日本円で600億円ですね。これシベリアの方にですね、権益を持ってる会社なんですね。で、そこからですね、木材を供給しようとしたわけですね。で、それがうまくいくのかどうかという不透明です。不透明です。だからその600億円の投資がですね、どうなるのかというのが よう分かりません。ただ飯田産業グループ国内ではブイブイ言わしてますんで、まあ、それでもってですね、企業が傾くかどうかは分かりません。分かりませんけども、仮に600億みんなですね、パーになったらですね、まあ、言いたいことは言いたいでしょうね。まあ、あんまりその、なんて言いますかね、日本の住宅文化のですね、貢献しているとは思えない企業なんですけどね、私から言わせると。まあ、要は利益を上げることをですね、市場にしてですね、割とですね、しょうもない余地を安く作って儲けてるというイメージがある企業です。そこがですね、よりまた安くですね、住宅を作るためにですね、木材を供給してくれる その何を供給源を確保しようとして、ロシアの会社を買収したということですけども、今ですね、ロシアから木材を運んできてもですね、日本でですね、この決済ができない、スイフトという決済システムが使えないんで、運び込めないんではないかなと思うんですね、普通に考えればね。なんかそこはうまいやり方があるのかも分かりませんけども、まあ、ロシアとって外貨は欲しいですからね。なんで、まあ、そのあたりがですね、どうなってるかというですね、あれは途絶えています。去年、一番最後、私が認識している一番最後は、昨年のですね、11月17日のロイターですね、
飯田 GHD、飯田グループホールディングスですね、森林保有のロシア事業、大きな支障ない、継続の意向というふうに、この企業の候補が言うてるんですけど、そんなん額面通りに受け取れへんやんということですね。はい。まあ、どうなるかはわかりません。この gg.com のアドレスを一応貼らせていただきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。